どうもお疲れ様です。12月5日朝6時の相場解説になります。今日はですね、1日通じてレンジが出るんじゃないかなというふうに予感しております。まずはこの日足なんですけども、日足はもう下落トレンドですよね。このチャンネルラインがこういうふうに育っています。上下を繰り返しながら下の方に向かうんじゃないかなというところで、まあ長期目線で言うとこれは円高の方向に向かうかなというところで、ファンダメンタルも指し示している通りでございます。はい、じゃあ4時間の方ですね。4時間はどうなるかっていうと、基本的には下落トレンドを設けてますけども、やっぱりね、その中でも上昇するところはあるわけですよ。ですからここを効果的に取っていきたい、もしくは避けていきたいなっていうところですよね。今移動平均線にぶつかって下落しようとしているところなんじゃないかなと思います。今日はね、この4時間ではないんですけども、1時間で横ばいに向かうそこそこの幅のあるレンジをね想定しています。じゃあ1時間の方見ていきましょう。1時間、昨日からの経緯を追うと、下落がドーンと起きた後上昇するんではなかろうかというところでね、上昇に、重きを置いた方もいると思いますけども、私は移動平均線にぶつかって再度下落する、下落のための上昇だってことを申し上げておりました。でまんまとね、昨日は夕方から下落になったわけですけども、それも長くは続かずに、今ねこう突き上げられた状態です。これは短期的にかもしれませんけども、結局米のアメリカのですね、10年国債がまあ 利下げをしないよと、利上げに向かっているよってことが観測されたからなんですよね。でこれが日本市場にこれからね9時から入ってきて、確かにそうだなっていうふうに日本でも思われれば、日本円が売られて、ドルが買われるってことになりますので、こっちに向かうんですけども、私はこの観測ってのはね、実はいろんな判断があって、そこまでね日本市場では受けないんじゃないかなと思うんですよ。ということは今こちらの方でね、陽線が陰線に変わりましたけども、ここを天井にしたレンジを作るんじゃないかなっていうふうに感じるところなんですよ。でこのレンジの幅っていうのがね、まあそこそこありますんで、1円ほどの幅がありますんで、じゃあ1円だとちょっと広すぎるかなっていうところで、もうちょっと圧縮した幅が考えられないかなっていうところを今この時点で、見ております。正確にはね、9時から始まる午前中の相場を見ないとわからないところがあります。で昨日は月曜日だったんですけども、月曜日はね、緩やかに上昇しているところがありまして、上昇がどこまで続くのかっていうところだったんですけども、結局は一旦下落に転じてですね、戻れるかと思いきや、今回の深夜の材料で、ニューヨークの材料でゴーンと円安の方向に突き上がったって感じで、情報は2点3点してるのと、テクニカル的にちょっとね追えないところがあるんですけども、それでも1時間で見ていかなくてはいけませんし、私たちは1時間の中でね、テクニカルを用いて利益を取るときに、やっぱりこの今日はレンジが あるんじゃないかなと思います。それは、まあ、売りの長期目線の材料とね、短期的に昨日入ったこれからは米金利上昇するかもしれないよっていう情報が、まあ、相まってるところで釣り合っていくっていうふうに判断できるからなんですよ。相反する同じ米金利に対して上がるよっていうのと下がるよっていうのが同時に来ましたんで、まあ現場混乱するんですけどもね、混乱する中でも今日はレンジを書く日なんじゃないかなというふうに想定してるってことです。でレンジオプションが組めれば今日はちょっとね楽な勝負になると思います。じゃあ材料を見ていきましょう。本当にレンジになるのかなっていうところ、疑いの目を見ながら見ていきましょうね。8時半に CPI が出ますんで、こちらの方を確認して、同時にですね、9時から始まる日本の相場でアメリカの金利上昇のその反響がどのくらいなのかを見ていくことになります。それから時間を追って材料っていうのは入っておりませんので、そのまま深夜の ISM まで見ることができます。で ISM でまたね、金利の効果が出ると思いますから、非製造業の景況指数ですから、これ結局長期金利が利上げなのか利下げによって大きくここ数字変わりますんでね、これはっきりすると思います。ということで水曜日は結構トレードがしやすい日になるんじゃないかなと思います。 ADP の雇用統計ね、こちらの方は22時に出ますけどもね、これも注目ですね。はい、というところでね、今日はおそらくですけども、この形からレンジになるところを見ていくことになると思います。そうじゃなかった場合はね、すぐにまた情報の方をお届けしたいと思いますので、その時まで失礼します。